世界中の皆様こんにちは、コパムーンです。おいっす。今回ですけども、ボロボロの中華屋はチャーハンがうまい説で、今回ね、私、清水区にも来ております。今回はね、清水区の清水銀座、またね、この前ね、お寿司屋さん行った時にね、見つけたお店なんですけども、ボロボロなね、中華屋さんを見つけたんでね、今日はそこに行ってみたいと思います。YouTube でね、いろんなお店行ってきたんですけどもね、結構ね、ボロボロのね、ラーメンはね、ちょっとうまいっていうね、傾向があるっていうのに僕発覚しましてね、いろいろ時代のね、荒波に揉まれてね、生き残ってきたお店ですからね、うまいに決まっていると思うのでね、チャーハンがね、僕好きなんでね、ちょっとさ、チャーハン調査に行ってきたいと思います。では行きましょう。はい、場所はね、この前のね、寿司のね、久松さんのね、すぐ近くなんで、本当に、清水銀座を一本横に入ったところです。ここでございます。でね、ここね、夜に来る香りと書いてね、イエライシャンっていうお店らしいんですけどもね、早速行ってきたいと思います。とりあえずエビチャーハンと、カニチャーハンと、餃子を一つ食べました。待ちます。さっきジム行ってきたからもうお腹ペコペコ。開店から10分で満席になってしまいました。人気の中華料理屋みたいです。まずは餃子いただきます。いただきます。焼きたてはうまい。うまい。おいしい。お母さんだと出ちゃうし、お母さんのこっち、餃子はね、家庭の味だろうから、美味しいでございます。チャーハン待ちましょう。
うまい。マジでうまい。こりゃお客さん来るわ。止まらない。うまい。やばい。お腹いっぱいになってきた。エビ。お腹いっぱい。はい、食べてきました。もうね、ここね、営業時間11時からなんだけど、僕ら11時5分に入ったの。そしたらもう満席だからね、本当にちょっとね、人気のお店みたいらしいです。で、僕、ビチャーハン食べたんだけど、本当にシンプルな味付けで、本当卵とね、塩と胡椒ぐらいしか入ってなかったのかな。でもね、めちゃめちゃエビもたくさん入っててね、プリプリして美味しかったです。で、カニチャーハンの方もね、もう本当にカニの具もいっぱい入って、で、1杯1000円ぐらいのチャーハンでちょっと高いなと思うんだけど、本当、パラパラのシンプルチャーハンでございました。美味しかったです。ではね、場所的にはね、清水銀座のね、1本入った、ところなんでね、皆さん興味があったらね、中華料理イエライシャン来てみてください。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。ではじゃあね、バイバイと。